おはようございます。今日はですね、日付書いてないです。多分12月の14日金曜日のはずです。ここは北海道札幌市すすきののちょっと中心から外れたところなんですけど、今の時間はですね、午前5時28分29分になったかな、そんぐらいのところです。あ、ちなみにこの時計なんかマーク・ジェイコブズってブランドもので、なんか視聴者の皆さんもそれに気づいたらしく、まあ書いてあるんでね、そうなんですけど、それで皆さんからよくコメントもらうんですが、これ別に私の買ったものではなく、これもらったものですね。私ブランドものは嫌いだって話しましたけど、もらったものは大事に使うことにしておりますんで、自分の主義に反したものをこう使ってるんですけれど、別に私が選んで買ったわけじゃないですよとこれ言うわけですが、今からですね、大学に行きます。昨日の夜、夕方の6時ぐらいにですね、昨日は大学が終わったので、そのまま終わって北海道に来まして、ラーメン食べたんですけど、でも今日も普通に大学あるからまた大学に出席しなきゃいけないんですね。で、実は今日は午後からでもいいんですけど、なんかちょっとそれだと緊張感がないからね、北海道から通学ってもなんかあれだなと思うんで、普通に2時間目と同じ時間に大学へ行こうと思います。で、まあ行っても今日は2時間目とか受けないんで、まあ受けないってから2時間目授業がないから、だからまあ意味ないかもしれないけど、でも早く着いた分大学の空き教室で、パソコンを使ってですね、ちょっと仕事動画を作ることをやろうと思うんで、まあ早く行きゃ行ったなりに意味があるというわけで、別に札幌で作ってもいいんですけど、まあどうせだったら早く行ってね、それで早く着けばその分自分でもしっかり仕事するでしょ。どうせここにいたらね、朝早く起きて仕事するなんてするわけないからね。そういうわけです。よろしくお願いします。今日は結構どっさり降ってるようですけど、でも積雪は15センチぐらいつってましたからね、飛行機はちゃんと飛ぶはずですよ。雪もね、降ってくれる方が助かりますよね。これ足元が昨日の夜とか結構凍ってるところがあったんですけど、そうすると滑りますからね、こんだけ敷かれていればそんなには心配しなくてもいい。しっかり踏みしめるということをそこまで意識しなくてもまあまあ歩けるもんです。まあこういう出っ張りには気をつけたいところですけどね、逆に分かんなくなってこけますけど。で、私の知る限りね、札幌便は東京側だと朝の6時とかそんぐらいから出てるんですけど、だから朝の7時台には千歳空港に着くんですけど、でも千歳から東京行く便だとね、朝の7時半が一番最初なんですね。結構遅いんですよ、出るのが。だからどうやっても1時間目には通えないんですね。多分東京から北海道大学に通おうと思うんだったら、それはね、毎日でも一応通学はできるはずです。多分朝の7時40分とかそんぐらいに千歳空港に着きますから、まあ、余裕でね、カラスも頑張ってるなって感じですけどね、千歳空港から北海道大学も間に合うんですけどね。ただ逆にこっちから通うという場合は、普通に行ってもね、10時半2時間目からしか出られないんじゃないかな。空港で本当はこういう話した方が効果的なのかもしれないですけど、でも空港はちょっとね、多分それもまたアクセス の便があんまりないんですね。その関係で多分向こうでは時間に余裕がないでしょうね。このすすきのから行くには、まあ、地下鉄とそれから札幌駅でまた普通列車に乗り換えて、朝の、札幌6時何分発だかの新千歳空港行きに乗っていくという、手段と、まあ、それからここから直行のバスで行く手段とありまして、まあ、どう考えてもバスで行った方がいいわけですね。ただそれで言ってもね、千歳空港に着くのが7時でして、出発の30分前に着く、そんなギリギリな感じになっちゃうんですね。ちょっと一旦ここで雪を落としていこう。滑るかもしれないな。これか。どっさり積もってるな。ちなみに空港行きのバスはね、この十字街のこの部分から出ますから、あそこのデパートかなんかの反対側にあります。で、航空券はまだ予約してないんですけど、当日になるとね、大人は1名だけでいいんですけど、そうすると、ね、結構安く予約できる、まあ、いつも話してることですけどね、それは学生だけなんですが、これで7時半からこれだな、まあ、これいろいろあるんですけど、スマート U20 これですね。空席に余裕があるようだからまだ予約しないでおこうかな。バスがちょっと遅れてるようですからね。これ時間にない朝の1便で出るときには6時2分札幌発のこの普通列車で行った方がいいかもしれないですね。私は今日は別にこれに乗れなくても、他の後続の便で行っても問題はないんですけど、ちょっとね、朝一じゃないと困るっていうときはバスはあんまり当てにならない。それはそうか、よく言われることですよね。来た来た、あれだな、多分ね、新千歳空港って書いてある。なんか今日は普通より時間かかるみたいだな、雪切ってるから。さあ、そうか、このバスは途中高速道路を利用し新千歳空港へ向かいます。ここからの所要時間約1時間10分が見込んでおりますが、道路状況、高速道路
性などにより遅れる場合がございますのでご了承ください。これね、今は空いてるんですけど、結構後からいっぱい乗ってくるんですよね。確かね、一番後ろを取ったからリクライニングを倒して寝てましょうね。ダメだね、もう間に合わないや。だって今7時31分の間に合わないどころか、もう遅れてるわ。お、なんか言ってるぞ。なぜかこれが表示されてたんですけど、雪のため引き返すことがありますとか書いてあるな。これはまあ東京からの便ですけど、まあ、これ日本航空の運航時刻ですけどね。あ、でも大丈夫そうだな。なんか出るみたいですね、9時のやつはね。なんか10時以降のやつ危ないみたいだけど、予約しとかなかったからね。まあ良かったですよ、さっき予約してたら飛行機航空券パンなってましたからね。でもちょっと全日空は混んでるな。ちょっとここ行って朝ごはん食べてこよう。羽田駅500便をご利用のお客様にご案内いたします。はいはい、ただいまファーストクラスをご利用のお客様、あ、まあ、まだ大丈夫ですね。上級稼働していたので大変申し訳ございません。桜ラウンジっていうのはなんかいろいろ食べ放題とかでタラ飯おにぎりとか食わしてくれるところだと思ったんですけど、ちょっと違うみたいですね。特になんか食べ物とかはなかったよ。おにぎり食わしてくれるのはファーストクラスとかだけなんですね。私はこっちだからね、ただでオレンジジュースは飲めましたけど、それだけじゃちょっとな。日本航空500便、東京国際空港羽田行きでございます。着きました。弁当の殻はここに入れろって書いてあるから、弁当だけこっちに捨てる、残りはこっちに捨てりゃいいね。結局ね、今ね10時なんですよ、ちょうど10時ね。だからすすきののホテルを出たのがまあ大体5時半でしたから、3時間半かそれぐらいで着いたわけです。まあ本当だったらね、バスじゃなくて多分千歳線の列車で来れば3時間で着いたでしょう。そしてまだ9時半だったでしょう。それから、京浜急行なり、まあバスなりに乗って横浜へ向かって、大学まで行っても、で10時半のもしね、私が今日2時間目の授業があれば間に合ったでしょうけど、でまあ別に私10時半に今日行く必要ないんで、まあ、本当に10時半に授業あるんだったら今こっからタクシーに乗れば多分大学の授業はまだギリギリ間に合うと思いますが、まあ、まだそこまでする必要はないんで、授業はね今日は1時からですから、ゆったり、暇もあるというわけです。まあ、でもなんで早く来たのかって言ったら、まあ、さっきも言ったように、大学にちょっと早く行って、それで空いてる時間でねパソコン使って仕事しようと、そういうメリハリをつけるのが目的で、早く行ってね、早くどっかそういう場所に行けば仕事する気になりますけど、早起きしないとやっぱどうしてもね仕事をやらないとこうついつい寝ちゃうんでね、今ぐらいの時間にホテルチェックアウトして、それで、ダラダラと来てたかもしれませんので、まあ良かったかなと思います。横浜まで580円かなら買ってもいいか。現金こいつは、いや誰も乗ってないからね、誰も乗ってないってわけじゃないけど、急がないときは絶対電車よりバスの方がいいと思うんですよね。バスも本数はまあまああるし、それでいながら直行ですからね、お客さんもこれ以上乗ってこないし、時間がどうなのか分かりませんけど、横浜まで25分で着いちゃいましたよ。京急より早い、やびっくりだ、快速特急よりも早いですよ。ここまで来たらもうすぐだ、あとは大学へ行くだけです。着いた、着きました。ちょっとね、横浜駅で用事がついでに済ましてきましたんでね、11時15分まで伸びちゃいましたけど、まあ、それはでもね、横浜でちょうど用事を済ましていた時間と同じぐらいですから、まあ、多分15分前には着こうと思えば着いていたでしょう。そしてまた朝、多分、
モノレールじゃなくてなんだっけ、あのバスじゃなくてね、あの電車で空港まで行っていれば多分全日空の1便に間に合ったと思うので、10時半にはやっぱり着いたんじゃないかな。だから、まあ、札幌のすすきのから横浜国大の2時間目に普通に出席することは、まあ、可能だということですね。そんな難しくはなさそうです。まあ、東京からだったらあの北海道大学の一限にも出られるみたいなことを随分前に札幌のまだ暗い雪が積もっているところで言ったような気がしますけど、やっぱ暖かいですね関東はね。こんなに暖かい、暖かいってことじゃないけど寒くはありませんよ。昨日道民がね、東京の方は寒い寒いとか言ってるらしいけどね、何言ってんだみたいなことを言って、みんなですすきので笑ってましたが、確かにそうだなという感じがします。で、片道5時間かかる通学ですけど、まあ、あの通学してる人で、ね、まあ、毎日5時間かけて通学してる人ってのは多分いないと思うけど、通勤だったらいるかもしれないですよね。なんか日本中探せばいるんじゃないですか、あの週3、4日ぐらいね、片道5時間とかかけて飛行機かなんかで通勤してる人っていないですかね。1人ぐらいいてもおかしくないんじゃないかなっていう気がするんですけどね、どうでしょうか。まあ、それは分かりませんが、いろいろなところから通学してきましたけど、意外と楽にできます。まあ、それはね、やっぱあの大学生なので、大学はあの1時間目とかから受ける場合が、受けない場合が結構多いですから、だからなんとかなるって、まあ、そういうことなんですけどね。じゃあ、 あのまだ授業が始まるまで、自分の授業が始まるまでは、2時間ほどありますけれど、その間の時間は適当にここで過ごすことにします。ありがとうございました。